可愛いから。ああ、何誘われてんの？別に。あ、当ててあげよっか。隣のクラスのメガネ男子。何？今夜のお祭り一緒に行きたいとか思ってんでしょ。そんなこと。ダメだよ。ミオのこと好きなのは私なんだから、男なんかに邪魔させない。何言ってんの？私は別に。そのもじもじっぷりがゾクゾクすんのよね。何それ。あ、私あいつと去年同じクラスだったからグループライン持ってんだよね。そうなの。うん、あんた奥手で言えないだろうから私が送ってあげる。あ、うん。はい、送信。何？この間先輩に LINE 交換してもらったじゃん。で、今日の祭り誘っちゃったの。あー、あのイケメン先輩ね。よかったじゃん、おめでとう。まだ返事来てないけど。あんたね、そういうのは OK の返事が来てから喜びなさいよ。もしダメだったらどうするの？ダメって言わないで。もしもの話よ。よしよし、きっと大丈夫だよ。やっ、オッケーだって。本当？やったじゃん。ありがとう。うさ、見えてるよ。やるやる。ちょっと、なんであんたたちにそんなこと。だっていくら相手が幼馴染っつってもさ。じゃれ合いすぎでしょ。壁ドンとか床ドンとかしてねえし。かさ、うちらあんたら二人の味方なんだからさ。そうそう、何でも相談乗るって。何よ、ルイとサイコだって誰かと付き合ったことなんてあんの？は？私はもう何人も付き合ってきて今いないだけなんですけど。同じく。ちょっと待って、ってことは二人とももう中学の時に彼氏いたってこと？当たり前じゃん。普通いるっしょ。だからほら、まずは今夜のお祭り誘いなよ。私が電話してあげる。ちょっと、こちらも知ってる仲なんだからもういいじゃん。あ、私サエコだけど、ミウが今日夜あんたとお祭り行きたいって。もしもし、ルイだけど、言っとくけどミウと二人っきりだからね。今変わるから。あのさ、一緒にお祭り行ってあげてもいいんだよ。別に私が行きたいわけじゃないんだからね。出た、ツンデレゼリフ。本当に返事くれるとはね。金ひどいよ。なんだよ、感謝しろよ。せっかくお膳立てしてあげたんだからさ。じゃないと私が取っちゃうよ。えないない、私男に興味ないから。特にああいうなよっとしたのとか。あ、ミオには似合ってるよ。うん。どうしよう、何話せばいいか分かんないよ。なの、男に任せりゃいいんだよ。あ、でも告白はちゃんとしなよ。だって好きなんでしょ。気持ち伝えなきゃ。なんて言えばいいの。そりゃ好きですだろ、シンプルに。ほら、行ってみ。ダメ、無理、言えない。かわいい。ちょっと顔怖いんだけど。やっぱ無理だよ、好きだなんて言えないよ。いや、家なんて言ってないんですけど。あんたが練習させてって言ったんじゃない。まあでも予行演習っていうのもありだよね。うん、行ってごらん。
好きです。簡単じゃん。いやー、久しぶり。痛い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 。そうそう、上目遣いで切なそうに。男はそういうのに弱いんだから。そこで、はいはい。いや、はいじゃなくて好きですだろ。ウケる。ほら、言ってみなって。はよ言え。好き。無理もー。出た、ネットスラング。ほらほら、早く帰って準備しな。うん。浴衣は持ってんのね。うん。メイクも忘れないこと。うん。メレダに送ってもらえたらうまくいくと思う。私でよければいくらでも送ってあげるよ。ありがとう。いいよ、わざわざ見送んなくて。何言ってんの、万歳しなくちゃ。万歳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 。じゃ頑張って、いってらっしゃい。行ってきます。好きです。
しょうがないよね。他に好きな人がいるんじゃさ。ほら、元気出すな。これあげるから。あんたには私がいるじゃん。ありがとう。行こう。彼女がいるなら誘いに応えるなって感じだよね。どうしてもって言って私も悪いけどさ。よしよし、いい人はまたすぐ現れるよ。本当？人間なんだから黙ってても誰かを好きになるでしょ。うん、そうだよね。うん、私頑張る。うさのいいところ帰ろ。うん。ちょっと、今はまだ友達でいたいってどういうこと？何様？でしょ？あのバカ。バカ。一緒にいい人見つけよう。え？ルイ、男には飽きてんじゃないの？いやあれ、嘘だから。マジで？ごめん、全部ネットの情報。ルーイ、実は私も。え、じゃあ紗友子も。誰とも付き合ったことなんてないし。さてと。よし、頑張ろう。